2003年2010年国民科学勲章塾、ルドルフ・イエーニッシュは、マサチューセッツ工科大学の生物学者、ドイツ領シレジア・ウルフルスグランド生まれ、遺伝子導入、遺伝形質転換の先駆者である、癌や神経疾患の治療のために遺伝子を組み替えた、マウスの作成を研究してきた。1974年に、ベアトリス・ミンツと共に、マウスの初期肺に、 外部の DNA を組み込むことに成功。彼らは、レトロウイルスの DNA をマウスの初期肺に注入し、白血病の DNA 配列がマウスのゲノムに入り込んだことを示した。これらのマウスは、史上初の遺伝子組み換え哺乳類となった。イエーニッシュは、医療クローン技術のリーダーである。一つの細胞から遺伝子情報を取り出し、DNA を除去した。 未受精卵に移植し、ペトリ皿に置くと、その卵は肺腕法に成長し、そこから肝細胞を採取することができる。マウスを用いた治療クローン研究のみをしているが、ES 細胞の研究を進めるために、人の細胞に同じ技術を使うことを主張している。しかし、イエーニッシュは人間の生殖クローニングには反対している。 ミュンヘン大学で1967年医学の博士号を取得した。ハンブルク大学。ハイン・リッヒ・ペッテ研究所で、目の主要ウイルス学の部長だった。2003年には、全米科学アカデミーから表彰された。現在、ホワイトヘッド研究所のメンバーであり、マサチューセッツ工科大学の生物学教授。ロ苦労に関する2005年の国連科学会議に参加し、 遺伝学政策研究所の科学顧問を務めた。2011年、ウルフ賞を山中信也と同時に受賞。理由、皮膚細胞からの iPS 細胞の作出、iPS 細胞が哺乳類における遺伝病の治療に利用できることの証明。300以上の論文を共同執筆。多数の賞を受賞している。ありがとうございます。